はい、リフレッシュサロンダンダンの中口です。人間が太ってしまう原因とは何か。実はその原因を理解していなければダイエットは不可能と言えます。今回は肥満のメカニズム、基礎代謝を高める運動をお伝えさせていただきます。何もしていなくても消費するエネルギー量を基礎代謝量と言います。一般的な成人男性で1日1500キロカロリー、女性で1200キロカロリーと言われています。1日に消費されるエネルギー量の総量の 70% が基礎代謝と言われているので、非常に大きなウエイトを占めています。よって基礎代謝量が高ければ高いほど痩せやすい体、太りにくい体とも言えます。そして当たり前ですが、毎日の食事のカロリーが消費カロリーを上回ってしまうと太ってしまいます。消費カロリーを上回らないように栄養バランスの取れた食事を心がけることも大事です。では基礎代謝を上げるには一体どうしたら良いのでしょうか。それは筋肉をつけることです。筋肉が増えれば消費されるエネルギーが増えるため、痩せやすく太りにくい体質へと変化していきます。さらに筋肉が増えると体温が上がります。体温が上がるというのは免疫力が高くなっている状態です。恒常的に体温が高いということは免疫機能が高い状態であると言えます。それでは基礎代謝を高めるという点にフォーカスして、筋肉に血液を送り込み、筋肉の温度を上げ、体幹下肢を効果的に鍛える運動をいくつかまとめてみたので参考にしてみてください。ストレッチパワーオン。どうぞ。鎖骨の端に指先を置き、両肘の先を胸の前で使ってゆっくり上げます。ゆっくり斜め後方に下ろします。繰り返します。このストレッチを行うことで凝り固まりやすい腕や首の付け根、胸、肩甲骨周りの筋肉がほぐれていきます。肘を上げて下ろすとき、真横に下ろすのではなく斜め後方、肩甲骨を寄せるイメージで下ろすことで付着した肩甲骨を剥がす効果が期待できます。疲れによって痛くて肩が動かせなくなる前に肩周りの筋肉を緩めましょう。両膝を骨盤幅に開いて床につけて立ち、片腕をまっすぐ上げ真横に倒します。骨盤が動かないようにもう片方の手でしっかりと固定します。脇腹の伸びを感じましょう。反対側も同様に行います。このストレッチは体の軸がぶれにくくなるだけでなく、ぎっくり腰の予防にもなります。両足を肩幅より広く開き、両腕を肩の高さまで上げ、お尻を落とし、左右交互に上体を真横に倒します。大きな動きでリズミカルに繰り返します。と下肢の運動を組み合わせることにより歩行能力などの生活機能向上が期待できます。ポイント、お尻を真下に下ろし、腰の位置が前後左右に動かないようにしましょう。血液に含まれる酸素やエネルギー源となる栄養素を筋肉に届けます。血流をアップさせることにより筋肉の温度が上がり、痩せやすい体になるだけでなく動ける体にもなります。
壁に手をつき、片方の足を後ろに引き、膝を開いてあげ、そのまま膝を前に向け、リズミカルに繰り返します。この運動は腰、股関節、お尻の筋肉が効率よく鍛えられます。また腰痛予防にも効果的です。筋肉や関節の動きが良くなると、怪我や障害のリスク軽減効果が期待できます。逆側も同様に行いましょう。日常から体を鍛えて健康を促進させましょう。はい、いかがだったでしょうか。筋肉は体の中で熱を生産してくれる機能があります。筋肉が増えれば体温が上がり、太りにくい体になるだけでなく免疫機能が高まり、そして日常生活を送る上で動ける体になります。動ける体こそ日常生活をよりアクティブに過ごすために必要なことではないでしょうか。というところで今回は以上となります。このような動画をこれからも作っていくので、応援していただける方はチャンネル登録、高評価ボタン、前向きなコメントよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではさようなら。